こんばんは。こんばんは。なんでそんな軽い感じなの？え？だって思う。飲むないか。ない、飲むや。あ、そうか。うん、乾杯酒ね。飲まないと喋れないんだ。そうやった、そうやった。と言ってきねえよな。おい。おいじゃねえよ。え？お。なんだそれは。なんだそれは。今日はこちら。アサヒスーパードライの生ジョッキ缶大生。大生。大生。すごい、ね。これね、今日発売です。うん。大きいのね。はい。まずじゃあ、こちらで乾杯といきたいんですが、なぜ乾杯かと。いや、それは仕事終わったもん、ね。いや、違う、まだまだ。どうだろう。うん。ですね、皆さん、この度は、私たちがついに、1万人を突破したということで。そうなの？ありがとうございます。あ、それに行った。行きました。そうなんだ。いつ行ったの？ついこの間です。へぇー。ご存知なかったですか？知らないね。なぜ？いや、あんまり登録者数とか興味ないな。あ、そうなんですか。はい。めっちゃ毎日見せたい。寝るときに。あと、寝るときに、いいね、アイマスクしながらこうやって見てね。その後確認しようとは、チッって閉めてたし。知ってんだよ。そうね。皆さんのおかげで、なんとか1万人を突破することができました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まずちょっと乾杯。うん。早い、もうちょい。あ、やばい。はい、乾杯。おお、うまい。ゆっくり。喉越し？ねえ。きたー！うるさい。ああ。はい。ありがとうございます。うん。あ、すみません。ちょっと今日はですね、急遽アップしておりますので、テロップはなしでいきたいと思います。すみません。はい。音声をオンにしていただければなと思います。ちゃんと滑舌よく喋りたいと思います。ずっとそれでいけよ。わかりました。はい、ということで1万人を言ったから、まあ、特に何をするとかっていう、ね、あるよ、こともないんですけど。あるよ。何を？あるよ、やるよ。何ということでですね、私たちのオリジナルグッズを発売します。マジで？知らなかった。用意しましたよ。おー、はい、用意しました。1万人行ったら作ろうねって言ってたじゃん。1万人行く前から作ってたよな。やめなさいって。やめなさいって。嘘ばっかじゃん。予測してね、前々から予測してやってみて。それがマーケティングじゃん。うるせえなって。はい、ということで、オリジナルグッズを。バシバシ叩くなっつうの。やめろ、触んな。近寄んな。尺なの。あ、ほら。なんだっけ？あ、そう、グッズをね、発売することになりましたので、まあ、ぜひ、それをちょっとご紹介したいなと。うん。いいですか？どうぞ。まずですね、一つ目から。何が出るかな？何が出るかな？ててんてん。はい。まず一つ目。こちら！じゃん！ステッカーではございません。オリジナルの、ステッカーと同じデザインのワッペンでございます。ワッペン！どうでしょう、この仕上がり。すごくない？これ。かわいいっしょ？うん。まぁ、あ、なんかこう服とか、うん、あとはなんかこう、次行こう。バッグとか。あ、で、はい。服とかね、バッグとかそういうのこうアイロンでつけれるやつです。まあマジックテープつけてもいいんですけど、うん、アイロンでもつけれるので、じゃああれか、これを買って、うん、なんかに貼っつけて、うん、前の夫婦オリジナルって他の人が販売してもいいってことね。まあいいでしょう。あ、いいのかい。その代わりマージンはいただきます。はい、こんなものを作りました。はい。で、二つ目ですね。ほっ。じゃあ2つ目、いきたいと思います。何が出るかな？深海界のタオル。ちょっと見えない。はい、こんな感じで。深海界と刺繍が入った赤タオルをついに発売しました、はい、これね、みんな欲しがってた。
みんな。で、この赤いタオルって意外と売ってないんだよね。そうなんね。そう。に、この前田夫婦っていうのと、陳海海っていうのが、こう入ってる、刺繍で入ってるやつ。これ巻いたら、誰でも中華鍋簡単に触れるよ。とは限りませんが、うん、はい。誰でも彼でも陳海海になれるということで、こちらの商品名、これであなたも陳海海タオルです。陳を隠すタオルです。違う。これであなたも陳海海タオルです。これは。なげえな。いいでしょ？商品名なげえ。っていう感じで、これをですね、うん、まあちょっと皆さんに感謝の気持ちみたいな感じなんですけど。ってことはただのあげるとい。いや、そういうことではないんですけど。感謝の気持ちって言ったらそういうことでしょ。うるせえな。やめるか？汚いってやめれ。皆さんに感謝の気持ちを込めて、まあこういうのを作ってみたので、ぜひご興味ある方は買ってみてほしいなと。で、まだその、なんていうんですか、大々的にやるっていうよりは、うん、ちょっとイベント限定で発売しようかなと思っていて、うん、ちょうど今週末10月30日の八軒山ワイナリー焚き火キャンプ場さんのイベントで発売したいと思っております。ハロウィンパーティー、ハロウィンパーティー、はい、数に限りがございますので早めに来てもらえたらなと。相当少ないですいつも多いとか言ってんのに少ない。少ないです。今日は。はい。で、まあ、もしね、たくさん欲しいみたいな人が、まあ、いないとは思うんだけど、いらっしゃれば、まあ、ちょっとネット販売とかもゆくゆくは考えていきたいなと思ってます。はい、これで全国に陳海海が増えてくれたらいい。あれ、ハロウィンってことは、コスプレしないんだね。来る人ね。コスプレってことは、やっぱりね。でもなりたい人はサングラスだけ持ってきてくれたら、サングラスとヒゲだけかけば入場の時に500円割引になる、うん、なるから、あの、まだパーツが、うん、中でパーツをって言ってね、はい、入り口でねもらえたらなと、新海海軍団を作ろうかと、そうね、うん、ちょっとやりたいなと思ってますけど、ぜひこれをつけて、いつか前田夫婦のイベントで新海海会をやりたいなと。チーム買い買い買い、なんか買いそうなやばいんです。はい、で、ぜひとですね、ワンペンの方を買っていただければ、うん、あと、ちょっと今現物ないんですけど、もし間に合えば T シャツも T、あれね、これ、まあ、し、ヒントは私がいつも着ているシャツ、はいね、あれがああなってこうなります。楽しみにしてる。いや、そのシャツはね、ちょっと俺もね、楽しみね、俺ね、昨日動画見返したっけさ、うん、なんだっけ、お湯分けの動画でね、うん、餃子100個作った時の動画で、うん、言ってた、はい、俺オリジナル作ろうかな。そう、うん、そんなこと言ってた。そうそう、おこんな前から言ってたんだ。知らない。それがとうとう実現します。すごい。うん。へぇー。ライチと俺も欲しいんだよ。ねぇ、ちょっと楽しみにしていただければなと。うん、まぁ、あ、ちょっとこんな感じでね、ちょっとした。まだある。うんうん。あのね、ガス管カバー。ガス管カバーですね。はい。今日はちょっと、現物がないんですけど、前にご紹介したガス缶カバーも発売しようかな。ロゴが入った。ロゴが入ってるやつ。カービングが入った。前田夫婦とキームレザーさんのコラボ商品を発売しようかなと思っています。もう数に限りがございます。もう全部しないです。あ、でも、どうだろう。全部トータルしたらさ、まあ、結構な数は。1500個ぐらいはあるんじゃない？ない。ないないですないです。なので、まあぜひ早めにね来ていただければな。イベントでは、まあ、グッズの販売もするんですけど、ひぬまふうさんとついにコラボのトークショーがあります。うん、分かってると思いますが、普通のトークショーではございません。多分、うん、あそこと絡んじゃまずいんだけど、やけどする。ひぬま夫婦に嫌われちゃうかしら、うん、大丈夫かしら。
まずいと。やばい、うん、気をつけ、やりすぎないでしょ。無理だ、ね、ということで、ぜひ会場に来た人しかちょっと申し訳ないですけど見れないので、ぜひ来てください、うん、はい、ということで以上になります。言い残したことは、今沙織がということでって何回言ったでしょうか。やめろって、やめろって、鼻毛出てるって。出して、うん、はい、じゃあ皆さん、ぜひイベント来てください。お待ちしております。あと1万人も本当にありがとうございます。ありがとうございました。これからも、笑いと、泣き笑いと笑いを届けていきたいなと思ってますんでぜひよろしくお願いします。じゃあ皆さん次回の動画もお楽しみに。バイバイ。ひげ剃った。ん、剃った、うん、心広がりしたね。新海海になりやすそうおお、新海海は別人だ。あ、そうなった。